久しいな、クイネラ。そんな獲物を持っておるとは。また随分と派手にやったようじゃな。ちょっと会わない間に随分と偉そうになったじゃない、リセリスちゃん。けどその小さな体で精一杯偉そうにしたって、私との間にある絶望的な実力差は埋まらないわよ。それはどうかな。少なくともお主がこうして蘇った方法は突き止めたぞ。本当ですか、カーディナル様。うむ、わしがカセドラルシダーを分析している最中にこやつは復活のための術式を行使したのじゃ。おかげでどのような術式を使い何が行われたのかを理解することができた。ふん、それならリセリスちゃん、みんなに早く言ってあげたらどう。私を倒すことは不可能だって。なんですって。カーディナル、やつの言う通りじゃ。わしらにやつを倒すことはできん。それもこれもあなたのおかげよ、坊や。俺が？なぜだ。私が今日まで生き続けることができたのはあなたが大切な記憶をくれたからよ。そのギガスシダーの記憶をね。まさか夜空の剣でとどめを刺した時。そうよ、私は死の瞬間にこれから自分が迎えるであろう状況を悟った。そして同時に起死回生の手段が自分の体を貫く剣にあることに気づいたの。夜空の剣に宿る記憶、ギガスシダーのリソース吸収能力だな。ええ、それを使えば死体になってもリソースがある限り消滅を免れることができる。その間に奴はメインビジュアライザー上に自分の意識を構築したのじゃ。多少の想定外はあったけれど、ハーシリアンはなすべきことを果たしてくれたわ。そして最後にハーシリアンが作った私の仮の意識へ死体に残ったフラクトライトの情報を送り込んだの。それによって私はメインビジュアライザー上に自身の意識を確定させることに成功した。つまり奴は誰にも触れられない場所に完全なる自分の人格を構築したのじゃ。つまり死を克服したと。さてどうする、坊や。私にとって肉体の死は本来の死ではない。何度でも何度でも蘇ることができる。終わらない戦いに挑むのか、もしくは私の支配を受け入れるのか。今度こそ本当に勝てないのか。覚悟だけではどうしようもない相手。俺は一体どうすれば。ようやく状況を理解できたみたいね、坊やの深刻そうな表情。なかなかいいわよ。以前この部屋で坊やたちと戦った時のことを思い出すわね。確かあの時はリセリスちゃんが自分の命と引き換えに坊やたちを助けてほしいと提案したのよね。結果的には坊やがそれを蹴ったわけだけど、気分はどう、リセリスちゃん。質問の意図がわからん。かつて自分の覚悟を蹴った男の諦めに満ちた表情を見るのは。相変わらず趣味が悪いな。それにキリトはまだ諦めてなどおらぬ。カーディナル、わしは200年という長い時を生き、使い魔の目を通してあらゆる人生を追ってきた。じゃがそんなわしでさえお主の諦めの悪さには驚嘆させられたのじゃ。キリトよ、諦めるでない。たとえ失敗に終わった過去があろうと、また挑むのじゃ。恐れを乗り越え振りかざした刃は新たな意味を持って勝利へとつながるかもしれぬ。その瞬間のみを見つめ戦うのじゃ、剣士キリトよ。刃は新たな意味を持って。わしはこれからある術式を練る。成功する保証はないが、
この場で勝つにはそれしかない。わかった、それで行こう。迷わないんじゃな。ご立派な演説をありがとう、リセリスちゃん。それで答えは決まったかしら、坊や。ああ、決まったよ。あんたと戦う。本当にリセリスちゃんの言う通り、もはや狂気とすら思える諦めの悪さね。この後に及んでそのような決断を下すと。ああ、確かにそうかもしれない。だが決めたのは今じゃない。幼い頃、北の洞窟を目指した時、剣士になるため村を出ると決めた時、世界を救うため氷教会と戦うと決めた時、俺を救うためにやってきた仲間と再会した時、ここで諦めてしまえば全ての瞬間や仲間、俺自身の決断を裏切ることになってしまう。全てはこの戦いのためにあったんだ。犠牲になった人たちのためにも、アンダーワールドの未来のためにも。アドミニストレーター、ここであんたを倒す。電撃参ります。シューズね。ボーガー、こんなことどうついてこい。これで終わりだ、アドミニストレーター。冗談よね、坊や。私は死なないわ。この世界への愛が永遠であるように。あんたに愛を語る資格なんてない。あんたは本当の愛を知らない、傲慢な支配者に過ぎない。どこまでも無礼な口を。クリスタ、メインビジュアライザー。
ここメインビジュアライザーよ。アドミニストレーター。まったくおちびさんにしてやられたわ。一体どういうことだ。まさか坊や、知らないでおちびさんの計画に乗ったの。ああ、俺はカーディナルを信じている。ふん、そう。坊やの剣が私の体を貫く直前、おちびさんは術式を唱えた。メインビジュアライザーとフラクトライトを接続する術式、それによって坊やの意識はメインビジュアライザー内に送られたってことね。それじゃああんたは。ええ、メインビジュアライザーにある私の意識そのものよ。そうか、肉体を破壊しても意味がないから、直接メインビジュアライザーの意識を消すために。そうみたいね。けどおちびさんの計画はここまでね。アサートメインコアプロセスオーソリティリジェクトオールアクセス。これよりこのエリアへのアクセスを拒否する。坊やはカゴの中の鳥同然。そうか、だが閉じ込められたのはあんたも同じだぜ、アドミニストレーター。笑わせないね。私には策がある。私の意識はメインビジュアライザーの内部で強固に構築されている。つまりこの世界は私の支配下にあるも同然。一人や二人分の意識など脅威でも何でもないの。システムコール、ジェネレートインバリッドアタックエリア、エクスクルードリソースオブウォリアーリプリニッシュメントモジュール。何？さあ出番よ。汚染者と一つになったオルティナノスの血族たち。寒いところだ。そう簡単にやられてたまるか。どうして。わからない。この空間は私が支配する。そして今の術式によりここは攻撃無効空間となった。この戦力補充モジュールをリソースとした武器以外はね。なんだと。そしてアドレスを切断し全ての干渉を断ったわ。もうおちびちゃんはこの空間をどうにもできはしない。さあ血を流し永遠に耐えるがいいわ、イレギュラーの坊や。キリト君大丈夫かしら。先ほどは術式でキリト一人を送り込むことが限界じゃった。だが今からもう一度術式を唱え、お前たちもキリトと共に。何？どうしたのですか。メインビジュアライザーへのアクセスが禁止されておる。あの女アドレスを切断しよったか。すまぬ、今はあやつに任せるしかないようじゃ。助けて、私たちを解放して。今の声はあの宝石に閉じ込められた私の先祖たちのもの。キリト！メディナ殿、大丈夫ですか？どうしたのです？私は行かなくては。まさかメインビジュアライザーに。無理じゃ、今の状態では何者も干渉できぬ。分かっています。でも私の先祖は私を呼んでいる。それに私には守りたいものがあるのです。メディナ殿の額が、もしかして。まさかモジュール同士が共鳴しているじゃと。カーディナル様、皆さん勝手な行動をとって申し訳ありません。それでも私はキリトの元へ向かいます。メディナ殿、何を言っておられるのです。あなた一人では危険です。
それにあなたは右目の封印を。アリス様、私はこの命を懸けてでもキリトを守り抜き助けます。アドミニストレータがメインビジュアライザー内に持ち込んだモジュールとメディナのモジュールが共鳴した。いや、正確には真意じゃ。彼女と同じ血を持つ先祖代々の宝石に残留した思念が彼女を呼び、メディナはそれに応えた。メディナ殿は真意によって転移したというのですか？ああ、そうじゃ。術式ではもはや誰一人送ることはできなかったが、真意があれば可能となったということか。それなら私たちも強い真意でメインビジュアライザーに。いや、メディナが侵入できたのは宝石と彼女自身のモジュールの共鳴があったがゆえじゃ。つまり何らかの仲介なしではたどり着けない。そんな、お兄ちゃん。それでも真意はこの世界にあるんでしょう。だったらやることはただ一つ。キリトさんの無事を祈り、メインビジュアライザーに思いを送りましょう。そうね、思いの強さなら負けないわ。キリト、メディナ、無事でいて。私は二人を信じるわ。キリト君もメディナさんも負けたりなんてしない。ええ、みんなで無事を祈りましょう。できないまま私に壊される。悪いが、そんな気はない。回避方法はいくらでもあるはずだからな。何、待たせたな、キリト。メディナ、どうして。ご先祖様の声が聞こえたんだ。それにお前を一人で行かせたくなかった。おいしい手柄を取られてたまるかよ。そういうこと。たかだか矮小な人間一人が宝石と共鳴してここに来るなんて生意気ね。でも実験をした効果はあったわ。そこまでの真意がこの宝石に残っていたとはね。とはいえ無駄よ。あなたは私に逆らうことはできない。だが、私はそれでもあなたの支配から。フラクトライトが崩壊する前に諦めることね。でもその前に私が終わりにしてあげる。キリト、ダメだ。ライトニングボール。遠隔技ならば届くかもしれないと思った。物分かりが悪いのね。この空間にはこの剣以外の攻撃は通らない。それは絶対。キリト、そんな攻撃が無意味だというのか。メディナ、頼む、後ろに下がっていてくれ。俺が次の策を立てるまで。そんなものはないと言ったでしょう。メディナ、俺が
いつを倒す。俺しかきっとこいつを倒せない。なぜそうまでして背負い仮面だ。お前はなぜ一人きりで英雄であろうとする。俺は外から来た人間なんだ。この世界を作った責任は俺たちが受け負う必要がある。もう誰かの犠牲を見たくってないんだ。誰にも死んでほしくない。バカ野郎。なんだよ、人が一生懸命死んでてもいい。お前は一人じゃない。世界を背負うのはお前だけじゃない。かつてお前が私に教えてくれたように、エッティ、確実にこのままだと私もお前も死ぬ。きっとお前が殺されれば最高司祭様は剣骨兵計画で多くの犠牲を生む。何を考えているんだ。決めたんだ。気でも違ったの。そうかもしれませんね。いいわ、あなたのご先祖様の手であなたを手にかけてもらう。ええ、構いません。メディナ、やめろ。ディスチャージ。ダメだ、メディナ戻ってこい。感情に支配された人間の思考はやはり理解できないわ。この空間では、あの剣、ご先祖様の宝石を、つまりオルディナノスの力を元にした武器以外使えない。そうだな。まさかそのためにわざと切られたのか。オルディナノス家最後の闘志、今こそ救世主になる時が来た。この命耐えようとも、私は誓いを果たす。最高司祭、お前のために死んで止まるか。私は自分の信じたいものを信じる。どのように死ぬかは自分で決める。ご先祖様たちのようにお前に利用されたい。